フィロイコニアフィロイコニアは、ケニアの詩人で、小説家、ジャーナリストで、人権活動家である。ナイロビ大学に通い比較文学論で、修士課程を修了。ケニアでは、名前の知られた文筆家で、ケニア勉強会会長を務め、新聞やインターネット上の雑誌に執筆。またラジオやテレビに出演するなど、女性の人権擁護の活動をしてきた。詩と小説を多く書いており、 その政治的な発言と著述に対する露出な嫌がらせと脅迫が次第に募り、暴力事件に発展したことから2009年にケニアを脱出して亡命者となる。1年後、報道と出版の自由を守る都市の一つスウェーデンのオスロで生活を始めると大学で言語学の講師を務め、著述のほかシンポジウムなどにて発表している。スウェーデンで発表した小説にケニア、 ウィルユー・マリーメ、刺繍、スキルシングス・ザ・ナイト・バードなど。また10代の読者に人権を教える著作として、電子書籍シリーズ、モラン・インテグリティ・リーダーズに、サイレンス・イズ・シェームがある。ありがとうございます。